こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、知ってるワイフ第5話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、このドラマなかなか面白いですね。よかったね。面白かったね。そう。なんかちょっとずつこう、ね、記憶ってわけじゃないよね、うんうん、なんか中がこう引っかかるので、ね、引っかかってくるね、うんうんうん、そう、あの俺うまいなと思ったのが、片平渚さんの認知症なんだけど、その戻る前のの、うん、があーそれはうまいな、うまい仕掛けだなってすごく思って、うん、そう、はい、面白いね、はい、2分のあたりなんですけども、はい、大倉さんが広瀬さんの頭に手を置くところがあったんですけど、うん、まあ、これ二人ともすごくいい体の反応だし、うん、その手から交流している、うん、あの素晴らしい、まあ、短かったんですけど、うん、すごく素晴らしかったなって思いましたね。うん、そうですよね。うん、その直接ね、うん、コンタクトから受けるものがある、それを返すっていうところですよね。うん、そう、それをあの滝本美織さんが見つけるっていうのもね、ちょっとね僕ね、あの滝本美織さん好きですね。あの子は可愛いですよね。いや、そうだね、そうだね、今回ね、そうだね、天然で鋭い子は可愛いなと思いましたね、はい。で、あの12分ぐらいのところ、はい、あの片平さんが訪ねてくるところ、はい、あの会社に、うん、で大倉さんがその対処をするんですけども、うん、そこがね、すごくね、綺麗な交流だったんですね。で、その後ね、うん、2人のところもね、やっぱ良かったね、さっき言ったように。あ、そうですね、あの、うん、コンビニのね、イートインスペースで話すところでね。すっと入ってくるのね。うん、そう、あそこ素敵なシーンだった。うんうん、でね、そっからね、やっぱね、はい、ことごとくね、大倉さんとね、あの広瀬さんのね、うん、あのシーンが非常にいいんですよね。まあ、公演のところも綺麗な交流だったし、うん、で、過去の回想、はい、もうやっぱね、ことごとくね、良かったんですよね。うん、だから、すごく相手を見て、かけて、で、うん、相手の、なんかまあ、いろんなものを受け取ってっていう、この交流がね、非常にね、ここから、長かったんですけど結構良かったですね。そうですね、あの、なんていうんですかね、そのアクションとリアクションの連鎖がうまくつながっていくというか、まあ、多分それが、うん、なんていうんだろう、全てのドラマの基本というかっていうところなんですけど、うん、そこがすごくうまくいってるというか、うん、そういうところですよね。こう相手に行動を何かして、その反応を見てさらに反応していく、その反応が連鎖していくっていうのがやっぱりドラマだと思うので、この二人すごくいいですよね。うん、はい。そして最後ですね、はい、あの43分ぐらいのところなんですけども、はい、大倉さんが生瀬さんにこう頼むところ、はい、まあ、戻してくれじゃないですけど、うんうんうん、戻してくれって頼むところがあったんですけど、うん、でその後ちょっとこう自分の気持ちを吐露するところ、うん、あ、そうですね、っていくんですけど、すごくね、体に当たっているね、素晴らしい体の反応がですね、うん、やっぱこうすごくね、響く、うん、ですよ。そうですね。そう、あのね、すごくその強い行動ですよね。なんかこう、うん、実際やり直してみて、それに後悔して、うん、やっぱり戻りたいっていうね、そう、あの切ない感じがすごく良かったですよね。そう、なんかこう本当に大切なものはなんかこう見えないというか、すぐ近くにあるというか、なんかそういうすごくね、素敵なものですよね。うん、はい。いや、そう、これ、面白いな。うん、面白い。あと、登場人物自体もそんなに、ね、人数が出なくて、そうだった。うん。こう、主軸になる人たちと、その周りの人たちでね、うん、すごくコンパクトにまとまっていて、すごくこう、練られているというか、うん、いいドラマですよね。はい。というわけで、知ってるワイフ第5話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ます。